あ、どうも、こんにちは、これです。今回ですけども、パーサカ、今来てるやつ、引きたいと思います。強選手ピックアップガチャ、これかなりいいんですよね。まあ、新しい新キャラ2体いるんですけど、こいつらそんな強くないんですけど、強選手ピックアップに北野とかもいるし、北野欲しいな。東郷とかの店も全部、火山院優とか、その辺全部、B ランク以上のキャラ全部いるんで、ここ。で、5回で確定なんでね、ここ行こうと思います、もう。これでもまあ、5回分やって何体出るかやな。いや、もう余裕やろ。この西本も来た時の。あ、これ、これ、電石やろ。弟。え？お？え？嘘？来た！うわ！イエス！イエス！イエス！あんなことあるん？うわ、2個！ 2 個うわー！あ、だっ運良すぎせやろ。え？来た来た来た！行こう！うーわ、これ。張り手行こう！これ2人とも出る可能性とかあるで。PR ちゃん、PR ちゃん、これ。ありがたい！銀崎ちゃん。え？でも銀崎かぶってめで。誰や、かこいぶってめつ。の硬いの銀崎やから、かぶってえぞ。逆に銀座が誰？誰こいつ？ビジネスあるやん。こいつ A。お、こいつ8点。8.5 が。790？ おお、こいつ強い。あ、B ランクだ、ほんま。ビジネスあるやん、しかも。どこポジション？スピード？あ、スピード強っ、こいつ。結構ええやん。あ、キャプテンシー持ってええやん。うわ。いいね、しかも PS あるやん。ラッキー。来い！あ、こいつか！うわ、こんなやつおったやん。世紀末？ジェニシス小林。ジェニシス。ああ、やばいやばい。ジェニシス小林。こいつ俺知らんな、あんまり。ディフェンスなんや、こいつ。うわ、でも PSR で。まあ、ただまあ、お、東郷ちゃん。あれ、俺が欲しいわ。レアいらんで。ありん。うわ、1やり2個。三雲さん？お、PR も出た。あ、今回めっちゃ良かったぞ。PSR やからな、しかも。まあ、PSR ありやな。まあ、ただ、もう一回行く。行こう！虹来たらやばいぞ、また。来い！連続ある？あるぞ！はい！もう一丁来い！犬来い！犬次郎！あー、ノーマルや。あかん、これ一個上がらなきゃ。ここで踏ん張れ！え？来い！うわー！うわー！原価突破！あるそんなこと。え？来ないっす！原価突破！やばいや。原価突破いいよ。ピアラだね、ピアラだね。いないの。あ、これ新キャラや。ほんま、新キャラいらん。もうヤンキーやもん、ただの。今、ここなんて逆に被ってほしいな、ここなったらもう俺。ん？メガネや。こいつ知らんな、俺。サミレ。あ、女なんや。こいつわからんな。テクニックか。テクニック俺持っとうからね、いっぱい。ミッドフィルダー。司令塔とかやってほしいけどな、金徳。まあ、こいつは微妙ですね、俺的には。まあ、今回微妙やったな。いやー、そんなにやったな、今回は。次3回目。3回目行こうかな。でも十分良すぎるけどな、今引き。いや、まあまあ、もう毎回だって出とうから、2時。これまだあるんちゃん。おい、これはえっても。確定出してて、確定。金とりあえず金。あかん。あ、でも、カンカンこっからあるからな。ふわーって、ここでも基本無理やから。弾けろ！いやー！うわー！よし！やばいって。弾けて回され！弾けて回さないやろ。やばいぞ、これ、うん。おー、いい！いや、来た。ほんまに。めっちゃ熱いって硬いね、似たよ。え？あー、こいつあれやん、いいやつやん。ここ次やろ、次。あ、こいつ新しいやん。新しいな。来い！ヒュッ！よーし！うわ、え？お？誰これ？こいつキーパー。キーパーやな。知らねえ。誰やな、ディフェンスかよ。誰やねえ。硬いん言うの、兄貴が重たいんけ。全然こいつ得意。全然高いんけ、こいつ。マカンは絶対。お！ PR。まあ、今回 PR で硬いん言う当たったんでかいな、2枚も。しかも彼女持ってん。PR。嘘。ほんま。いいね。もういっちゃおうか。全部の人。やばいぞ、これ、ほんまに。餌行きそうかな。おい！でも全部あの演出からやろ。うん、30% やから、いいでも、だって。え？え？え？なんもない？お！え？え？終わった。うわ、しょぼ！まあ、これが。PR、PR、PR。PR 来い。PR 来い。おー、PR、店の。あー、俺欲しい。あ、こいつ持っとけ、いらんわ。いや、こいつ使えるやろ。まあ、オフェンスやけどな。あ、微妙。はい、じゃあラストも。確定。もう確定です、ここ。確定演出の時の。俺的には火山院欲しいんですよね。マネージャーやろ、マネージャーくらいの。あれ？こっからの確定系。ん？こっからいきなり、ね、もうレインボー系。あ、こういうことか。スポン。あ、いいね。出すぎやけどな、今回、マジで。見たいから来いよ。
さあ、これでもしかも強いキャラやろ。PR 来い、 PR、 PR 来いって。PR 来いよ、もう。PR 今回。あ、山田。うわー来い、こわっ、うわー地味が丘学園のエースやん、こいつ。草津ヒロト。お前 B なんかよ、選手の力、こんな地味な顔して。こいつ、ま、でも、オフェンスだけどな、これ。かっこいいやん、でも。まあ、いいわ。オフェンスデッキ。はい、とりあえず今回はね。結構出たけどな。結構攻め攻め。新キャラ出てへんのか。出てん。でもまあ俺的には熱い。ってか、いろいろも強化したと思います。もうかけてみます。俺のエース。もう次やろ、SR。エース、火山院ね。これ上限突破してへんの、まだ。してないな。行くしかないでしょ、これ。これ2レベル上がったらエグけど。30% やからな、これ。さあ来い、んドゥーンドゥーン、これ。これドゥーンやな、ほんまこれ。うわー、ショックやろな、あれは。そうやな、俺、ほんま。まあ、SR めっちゃ持ってるんですけど、まあでも、PSR だったらでかいかな。しかも、あいつの、使えるやつの PSR やからな。まあ、こいつ、それ強いからな。強いって言われたわ、こいつ。40も投げたら、お、強いわ、初期50、ジャルキ効果100。お、強いな。はー、やる気効果アップやばいな、50までいったら。160%? やばいね、やる気効果アップ。やる気出まくりやな、ほんま。ちなみにこれ PR 詳しい何分ぐらい上がるんやろ。あるやん、PR 何パーなん。 5%! 低っ。やっぱ上がりにくいな。低いな、 5% とか絶対無理やろ、これ。 5% で上限突破無理やろ。うん、それ無理やな、 5% で上限突破。低っ。あー、無理か。 5% やからな。 5% は無理やな、ちょっとこれ。だって SR 上げても 30% とかやろ。ってことやな。いや無理やな、それは。 PSR のマックスはやばいな。もっといってほしかったな。悔しい、これ悔しいやな。嬉しい、悔しいやな、ほんま。おー、でも銀崎めっちゃ出とうからな。ここ流れに乗って銀崎で銀崎フィーバーしたいところだけどな。こいつでも上がってくるとかなり熱いで、初期効果いるからな、こいつに関して。ほっ、上がりませんでした。ほんま分からんやな。くそ、今回はそんなめっちゃ良かったかって言われたら、まあ当たったけどいっぱい、まあいっぱい当たったな。二陣室ただ上限回復できんかったから、そこ寒かったな。まあ寒いな、上限回復できん。まあでもデッキはあんま変わらずかな、まあ、こいつ入れてもいいかなという感じですけどね。スピードでありやるな、うん、こいつ抜いて日和抜いてからのこいついいんかなっていう感じしますけどね。どっちもスピードなんでねまああとは後イベとか前イベとかその辺調整しながら今このデッキなんでね。日和から抜くとしたらこれ、まあ日和やるな、これ、うん、ここ上限解放しようからな、一回どっちも強いな、うん、で火山院とこの銀座に関してはほぼもう固定やから、まあ、この右から日和です抜くとしたらね、あの元気印入れて、はい、というわけで今回はこれで終わります。ありがとうございました。